はい、これもルパン三世のヒストリーって言って、これも結構長いんですが、いろんなルパン三世、私もこれも好きで、よく見てたりするんですが、まあ、私が見てていいなと思った、まあ基本的にアニメでいいなと思ったものしか借りない、借りたり買ったりしないんだけど、いいなというようなものに関しては、どん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 こう、取っといて、ね、どん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 データを移しておこうかなと思うんですよ。納税だけ残しておこうと。で、これも、まあ、ルパン三世のなるんだけど、ルパン三世は、今でも続いてるんだけど、シリーズ、テレビシリーズ1、2、3ってあって、初めはルパン三世って子供向けだったんですよね。ところが、まあ、それが大人が一緒に見ても面白いということで、だんだんだんルパン三世は子供向けだけに限らず大人向けにもなってきちゃったんですね。だから ルパンは最初は今こういう赤いジャケットを着てるけど、これが最初のルパンじゃない。最初のルパンって確か緑の服かなんか着てたんですよ。で、全然違ってたのね。で、ルパンっていうと愛車がフィアットっていう車を、フィアット600、500かを思い浮かぶんだけど、最初からフィアットに乗っていたわけじゃないんですよ。ルパン三世ってのはもともとはベンツの SSK っていう、あの、バカでかいすごい高級車に乗ってたんですね。ただまあね、まあご存知のように、その、泥棒ですから、ね、そういう人が、あの、でかいベンツに乗るなんて贅沢すぎだというのがあって、だそれだったらもっと庶民的な車でいいだろうみたいな。だから当時イタリアの中を走り回ってたフィアット。それを、にしちゃったわけですよ。何しろ、ベンツ SSK ってのは、あの、すごい今でもあれ、実写があるんだけど、すごい高値がついてて、で、戦前の車なんですよ、日本で言ったら。で、1930年代ぐらいの車で、ワルキューレの叫び声と言われるぐらい、キュイーンって今のターボですよね。その音がするんですよ。で、すごいドッカンターボみたいに、ブーンとこう、速いんですね。で、でかくて、細長いってやつね。で、そういったのが。ただ、ルパン三世っていうと、ベンツの SSK だったり、初期のやつだとベンツの SSK。後にアニメとか、あの、後に映画たくさん出ましたけど、そういったものだと、あれですよね、あの、フィアット600、500とかってイメージがあるんだけども、その2台だけじゃないんですよ。他にもその2台以外の車にも乗ってたりしてるんですね。だからまあ、そういったものがあるんで、まあ、ルパン三世の、曲というのもなかなかこう面白いのがあっていいなということですね。どうもありがとうございました。